京急蒲田羽田空港第3ターミナル終点羽田空港第1第2段が順に止まります。途中京急蒲田には12時20分、羽田空港第3ターミナルは12時26分、終点羽田空港第1第2ターミナルは12時28分到着予定です。次は京急蒲田です。京急蒲田の次は羽田空港第3ターミナルに止まります。工事や大鳥居、荒森なり、天空橋、峠のお客様、この後のエアポート急行をご利用ください。ただ各社の優先席が設かります。お近くにお年寄りや体の不自由な方、妊娠中や妊娠中の不安がいらっしゃいますから席をお取りくださいますようご協力をお願いいたします。
25分発快速三崎口行き、乗りましたホーム1番線から26分発エアポート急行を出し早巻きをご利用ください。京急蒲田の次は羽田空港第3ターミナルに停まります。途中距離のお客様は1つ下の階4番線から24分発のエアポート急行羽田空港をご利用ください。降り口は右側です。明日は5歳にならないです。明日の誕生日何月？11月。11月。